中日を退団したビシエドが来季への PB 他球団でのプレーを熱望。中日を退団したダヤン、ビシエド内野手、35、が7日、来季の NPB 他球団でのプレーを熱望した同内野手は、当日早朝便で、米国へ向け出国、まだまだ現役でやりたい、来年は違うチームでプレーしたい、と、来年2月に再び日本の地を踏むことを睨んだ。来日9年目、今季は戦力構想から外れ、15試合で打率2割9厘、1本塁打に終わった。6日には来季の契約更新がないことが球団から通達され、最終戦セレモニーにはサプライズで登場。一つのチームで9年間お世話になって感謝しかない、とファンに別れを告げた。9年間で積み上げた数字は通算958試合で139本塁打、549打点、打率2割8分7厘、18年には首位打者と最多安打に輝いた。今季は主戦場となったウエスタン、リーブで72試合、8本塁打、31打点、打率2割5分9厘、落ち込むことなく、前向いて取り組んでいきたい、と、体調面でも自信を覗かせた。来日1年目の16年3月25日からの阪神との開幕3連戦、京セラドーム、3戦連発の鮮烈デビューを飾った。他球団でのプレーは、自分の希望で、そのつもりでいる。国内 FA 権の取得条件を満たして日本人選手扱いになっているカリビアンは、他球団での再びスポットライトを浴びることを望んだ。早朝のビシエドリニチに、選手会長柳がサプライズで見送りに来た。チェックイン直前に中部国際空港に登場。入団1年目の17年から親交を深めた助っ人に名古屋銘菓を手渡した。ずっと4番一塁はビシエドだった。何度も助けてもらった。17年に初の2桁勝利を挙げた際には、誰よりも称えてくれたという。対戦は、いや、お互いに活躍できればいい。ビシエドは死球を当ててもあんまり怒らないから、当てようかな、笑い、と、グラウンドでの再会を願った。新しい外国人助っ人を取り失敗するのであれば、日本人枠なんで年俸次第では獲得した方が良いケースもあると思います。本人も語がない立場と重々理解してるはずですので、守備位置次第とか DH 次第で打点を稼ぐことを重視してくれる球団はぜひテストをして獲得していただきたい。中日ファンとしては寂しい現実だ。外国人ながら日本に溶け込もうとして、日本人よりも日本人らしい謙虚な姿勢は見習うべきところ。ただ肝心の打撃はここぞで閉鎖打つイメージしか持てないのが辛いところ。起用方法いかんではまだまだやれると思う。他球団でやれるのであれば頑張ってほしい。各球団毎年外国人選手を獲得しているが、当たり外れが激しく、まさにギャンブルのようなもの。それならば全盛期より衰えたとはいえ、ビシエドを獲得したいと思う球団も出てくると思う。オフの納会に出てくれる助っ人選手なんて彼ぐらいしか知らない。退団した助っ人を選手会長が空港に見送りに来るのも初めて見る光景。ビシエドは衰えもあるんだろうけど、立浪監督が就任した時に少し形を変えれば40発打てると長打を狙わせる方針を語ったり、去年も開幕後にフォーム改造で居残り練習などしていたことが未だに引っかかってる。他球団に行って方針が変わればまた打てるようになるのか、それともよそに行っても同じなのかを見てみたい。やはり退団発表して即帰国しましたが、とても親日家のビシエド選手は本当に日本をドラゴンズを愛してくれました。指揮官が退任して残留の目もありかなと思いましたが、想像以上に球団との確執があったかもしれないですね。日本人選手枠、守備力あり、体は丈夫ってだけで3000万、5000万の安い助っ人を連れてくるよりは、って価値があるでしょ。それにプラスしてビシエドの評価ってところでは、自分は5000、1億くらいじゃって思う。確かに衰えはあるし、石川らは若手を起用するのはわかる。ただ中田にあれだけチャンス与えといて、ファームで腐らず結果を残してたビシエドを干したのは納得いかない。フロントを後悔させるほどの活躍を期待しています。新井さん、ビシエドにオファーしないかな。実績重視のカープ野球にはぴったりだと思うんだけど、当たり外れの心配はないし、守備も一流、野球に対する取り組み方は下手な日本人より真摯だと思う。ソフトバンクで晩年2軍で4割打った内川でさえ1軍で使ってもらえず、本人も不満だったようだが、次の年セリーグで打てずに引退している。若い選手ならともかく、上がり目のない高年齢の選手で2軍で2割5分では苦しい。打球が上がらなくなっていることが言われ、パワーが落ちているのが他チームも見てるだけに、現役続行は厳しいと思う。年齢も35歳、来季は36歳。インコースの速球にめっぽう弱いというウィークポイントがあり、他球団も周知のことで徹底的にそこを攻めてくると思うから厳しいと思うけどね。複雑な気持ちです。ビシエドさんは功労者ではありますが、世代を変えていかないととも思います。石川さんに頑張ってもらうしかない。期待しています。ビシエド選手は来季から外国人枠に含まれないのは大きいですね。ヒンダでもがいていた西武は獲得に手を挙げるべきです。シーズン最多本塁打が7本ですよね。いくら主砲の山川選手が抜けたからといって7本は寂しすぎます。
立浪にフォームを変にいじられなければ2割8分15本は最低でも打っていたと思います。仮にこの成績だったとしても上回っているのは細川だけです。いかに立浪が能力のない監督なのか分かりますよね。利点は日本人選手扱いで注意守備もうまいこと、代打から守備につくのもできるかと、中日では中田かビシエドの一夜で共存させる気がなかったが起用方に柔軟性はあるかと。オールスターでとても楽しそうにプレーしていた姿が印象深い。ひょっとすると楽な打順で伸び伸びプレーできる場を得たら活躍する可能性はあるかもしれない。来季37歳か。ただ外が同級生で今季36歳でパリーグ移籍で結果出したから37歳でもやれないことはない。広島、楽天、西武あたりかな。る可能性あるのは初年度阪神はめちゃくちゃ打たれた思い出。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。